パパこれ何？ん？え？何これ？プラレールかな。銀色のやつ。バイキンのジョーです。はい、ということで今回はね、ちょっと息子と某リサイクルショップを巡っていたところ、珍しいプラレールを発見しました。ということで今回はこちら、銀色のやつっていうことでね、これ E4系新幹線 MAX の銀メッキバージョン、これ発見したんですよ。でこれ一体何なんだろうなと思って調べてみたところ、価格はね500円でした。調べてみたところ、2010年に、今から12年前だね、おもちゃ売り場でプラレールを買うとくじが引けるっていうキャンペーンがあって、その特徴だったらしいです。でもしくはあとはね、同じものがプラレール博の、ゲームの景品としてバラでね配布された感じになっているらしくて、まあいずれにしてもね、これ12年前のものなんですよ。で見た感じね、多分これはプラレール博のゲームの景品なのかな、バラだからねゲームの景品なのかなって感じではあるんですが、結構状態いいよね。まあ多少のね、もちろん、まあ、使用感っていうか傷はあるけど、結構綺麗でしょ。あ、サーシとか今と全然違うね。まあ見た目はね、OK なんです。あとは走るのかなって言ったところが、問題になってくるけどさ。まああくまでね、ジョーはコレクションの一部として、まあ、入手しておきたいかなと思って、まあ手に取ったわけなんだけど、せっかくだからね、動画内でこう走ってる姿を見せたいじゃないですか。で、まあ電池をね、まずセットしていきたいんですが、これ取り外し方が、ね、今のさ、サーシなら、ね、ネジ1本外せば、パカッとこう外れる感じになってるんだけど、これ違うんだね。あー、そういうことね。ここをグッと押してって感じか。うわ、怖っ。折れなくてよかったけど、さすがにね、もう10年以上前のものだからね。あー、でも、あー、走るかな。結構、これで電池の液漏れなのか、グリースが、溢れて流れてきちゃってるのか、はたまたジュースをこぼしたのか。状態がいいとは言い難い。そしてね、電池の入れ方が、この形状わかんないな。10年前はジョーはプラレール集めてなかったから、集めてなかった時期だからか。わかんないな。どうやって外すんだろう。はい、判明しました。あのね、これも爪の部分を押して、スライドさせて外すような感じになってるんだね。ちょっとね、もう白くなってきてるから、下手なことするとこれもパキッといっちゃいそうなんだけど。あー、来た。外れました。なんだろうね、これ。電池のやっぱ液漏れなのかな。あ、でもなんか違うような気が、白くなってないから違う気もするけど。ジュースか？走るかな。とりあえず、電池の方をセットしていきたいと思います。びくともしない。ご覧の通り、走りませんでした。ただね、これで終わるわけにはいかないんだよね。やっぱこう、走ってる姿っていうのを見せたいので、ちょっとバラしてみます。バラして戻すと意外と走ったりすることもあるからね。あ、ギアの方はね、綺麗だね。何か問題あるようには見えない。ってなると、もうモーターがダメになっているのか、どうなのか。あ、やっぱこれジュースじゃないか、グリスっぽい。ってなると、グリスが固まっているだけかな？あ、どうだろう。いけそうな気がしてきた。はい、そんな感じでね、ちょっとギアの方をこうね、まあ無理やりにではありますが、回してみたらね、固まってましたね。うん。塊が取れました。で、この状態で電池をセットして、スイッチを入れて、来た！走った！走りました！よかった、モーターダメになってなかったみたい。もうシンプルにね、まあ、ギアの部分だね。そこがこう、固まってただけっぽい。よかったー。これならね、走行シーンをお見せできます。正直ね、もうダメだろうなとは思ってたんだよね。思ってたけど、いや、動いてくれた。嬉しいな。うん。じゃあ元通りね、戻して、走らせて、行こうと思うんだけど、一応レールの上でテストプレイ。あれ？なんだろう？何かの接触が悪いのか、車輪を、設置すると、うまく走らない。あ、電池の部分か、ここか。なんか緩い気はしたんだよね。ただね、今ほんと、手元にね、何の道具もないので、応急処置的なことをして、走らせていきたいと思います。
まあ、隙間を埋める程度だからね。爪楊枝をちょっと挟んであげればいい感じかな。うん。まあね、爪楊枝の長さを調整しつつ、走行させていきましょう。はい、それじゃあね、無事に走行できることが分かったので、走らせていきます。うん。若干ね、やっぱこう、接触が悪いところでは、ところがあるんだけど、まあ今動画を撮る分にはね、どうにか間に合わせることができそうなので、まあそんな感じで。頼む、走ってくれっていうことで出発進行！おー、いいね、いいね。うん。はい、ご覧のようにね、かっこよく走る、銀メッキの E4 系新幹線 MAX、お見せできることができました。いや、かっこいい。さあ、いかがでしたでしょうか。今ね、映像的にさりげなく、2両目3両目、まあ、中間車、後尾車をね、連結した状態で走らせてみたんだけど、まあ、その状態でもね、何ら問題なく走行させることができました。ただ、やっぱりね、うん、まあ、仕方がないところではあるんだけど、接触の方があまり良くないので、まあ、ボディのね、磨き上げも含め、いろいろメンテナンスは必要だけど、うん、状態の方は、まあ、10段階で言うなら5くらいかな。うん、まあ、そのくらいのレベルです。うん、まあ、そうなるとね、中間車、後尾車、欲しくなってくるので、まあ、今後もね、リサイクルショップ巡りをしつつといったところで、すべて揃ったらね、また改めて、メンテナンスをした上で、うん、動画で紹介したいな。よし、ちょっとね、探してみたいと思います。まあ、いずれにしてもね、いい買い物ではあったと思う。うん、12年前のものだし、ね、まあ、フリマアプリとか、まあ、その他いろいろね、ネットで、価格の方を見てみたらね、まあ、それなりそこそこいい値段だったので、500円でゲットできたのは運が良かったのかな。うん、まあ、息子はね見つけてくれたからこそではあるんだけど。はい、そんな感じで、イオン系マックス。あ、そうだ。ちょっとね、銀メッキじゃない方と比べてみよう。比べてみましょう。まあ、もうね、色はご覧の通り全くもって違うんだけど、長さの方は現行版の方が若干かな、まあ、数ミリだけど長い。そしてスイッチ部分。まあ、2スピード車両になってるっぽいけれど、スイッチの場所が違う。これ10年前のデフォルトなのかな？ちょっとそこら辺上わかんないんだけど。で、シャーシ部分だね。これも形状が全然違います。まあ、電池の入れやすさ、まあ、カバー、車両本体のね、取り外しやすさっていうところで言うんであれば、最近のものはね、ほんと取り外しやすく進化していると思います。やっぱ旧式の方だとね、電池の入れ替えの時に、こう、負担がかかって劣化してくる部分っていうのもあって、破損の原因にもなってたと思うんだけど、そこら辺ね、変わってるのは本当嬉しいことだよね。うん。そういえば E4系、なんかセット物で、黄色曜日の方出るんでしょ？うん。まあそこら辺もね、発売後にまたレビューの方はしていこうと思うんですが、いずれにしてもね、この銀メッキバージョン、せっかくだから、中間車、後尾車、本当ね、探して、またレビューできるようにね、いろんなリサイクルショップ回ってみようと思っているので、皆さんもね、お近くのリサイクルショップ、覗いてみてください。結構お宝が眠ってます。はい、そんな感じでね、今回はプラレールから、リサイクルショップで発見しました。銀メッキバージョンの E4 系新幹線 MAX の紹介でした。って感じでね、バイキンの城のチャンネルでは今現在プラレールの動画強化中です。続々とね、新しい動画公開していこうと思っているので、よかったらね、チャンネル登録をして、待っていただければと思います。まあ、シンカリオンの動画とかもね、いっぱい公開しているので、よかったら見てください。はい、そんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。